皆さんこんにちは。今日は同期や同タイプに無駄に3機種も RP36 を紹介。無駄に言うな、2機はプレキってことかな。3機がこの無印タイプでプレキで C 型と試作の F 型ですね。マルチに左遷ならわかるけど、同じ戦闘機でどこが違うんだ？左遷っていうな、まあ武装ですね。幸いなことに、輸出用のモンキーモデルで武装もエンジンも落とされたタイプじゃないので。あ、こんな感じで液冷エンジンに乗せ替えて P40 に発展する元ネタ機でもあります。軽戦だったのががらりと変わったのね。飛燕は逆に軽戦に逆戻りしちゃいましたけどね。ダイムラーの高級エンジンなんて高望みしないでアリソンでも、作ってやよかったんじゃないですかね。アンチ製造マウス。下級機の方が大事なんで一段二速しか実用化できなかったんだからって、どいつもだった。傷口に塩をすり込まないであげて。まあ、それは置いておいて。この釣り機は武装とエンジンから見るに試作止まりの D 型。そんでプレキの C 型は米国陸軍最終採用型なんすよね。G 型まであるのに、あとは輸出用なのね。正確に言うと P の形式ナンバーが米国陸軍が関係したもので、ホーク75っていうのが輸出用。あれ？アメリカティアさんにホーク 75M ってあるけど？あれは中国と共同で開発した固定客の簡易タイプらしいですね。この C 型、恐ろしいことにそのティアさんよりも火力が劣る。マジか。聞いて驚け、 12.7mm が1丁に 7.62mm が3丁だ。それで、翼の下についているハードポイントみたいなのなんだと思う？ハードポイントじゃないの？あ、でもマルチじゃないのか。なんと、弾薬箱。7.62mm 1丁用の？1丁用の。そこら辺、日本語版ウィキよりも英語版ウィキが比較にならないくらい豊富に書いてあるので、外国製のは英語版を読むことを奨励。それの翻訳じゃないのね、日本語版。そんでこの F 型は 23mm に変えたタイプ。ゴンドラに強力な武器を積んだのね。見た目はかっこいいけど、やはり速度が落ちたので試作止まりだったようですね。3機とも飛行性能は50歩100歩で武装の違いくらいなので、何の取り柄もない C 型は置いておいて。なぜ運んだ？乗るのは釣り機かこの 23mm 版かってことになるでしょうね。クールに撃てる人は 23mm、すぐ熱くなる人は機関銃がいいんじゃないですかね。23mm 当たらないから余計感触起こすもんな。宿敵となるメッサーはこんな感じ。レビューは前回を参照のことね。おかしなことに、すべてにおいて一枚上手。旋回がいいとかマジ基地。P36 はハヤブサの初期型と互角に戦ったらしいのにな。もうちょい旋回を上げるべきですな。ハインケルは冷戦の武装に中くらいの性能。なかなか厳しそう。まだ乗ってないんですけどね。冷戦には速度と高度で、他の機体には旋回で立ち向かえる機体じゃないですかね。まあ 20mm と 7.92mm のアンバランスがあれですけど、結構大型の機体だね。メッサーが小型すぎるんですな。それにしてもこの C 型、ランチボックスを持っていかなくても、相談数はこのゲームには全く影響がないもんな。好んで C 型に乗る味付けがあるとは思えませんな。何を？ああ、手が滑った。何やってんの？間もなく快適する。パイロット処分。戦闘準備だ。なんて、うっそん釣り機です。楽しいの？楽しい。いくらでも撃てる 12.7mm 2丁と 7.62mm 4丁の高火力。小型機はもちろん、大型機もそれなりに対処できる戦闘機ですな。この高度でも俊敏に動けます。と言っても、タイマンでは上ではメッサー下では旋回機に勝てないので、そこら辺は XF4F を乗りこなしてきた処刑には馬の耳に念仏であろう。ほとんどいないっつーの。なんか、宝箱から出たのに撃っちゃった人もいますしね。合う合わないもあるから、あれを神聖視するのはやめろ。いい機体なのになぁ。今回は P36 ホークね。ああ、はいはい。速度がちょっと遅いところがありましてね。せっかく高高度性能が良くて、重戦が捕捉できるのですが、距離を詰めるのがしんどいんです。510キロじゃしんどいか。特にボトム戦でペロ8なんかが来るとしんどいですな。そりゃ、速度差110キロもあるんじゃな。なので、他よりブーストを付加しちゃう感じですかね。この機体、元祖フリーダムファイターって感じで世界各国に輸出されてて、タイガー2が E 型で E 型がフリーダムファイターだっけ？フランスではドイツのメッサー、フィンランドではソ連機、そしてアジアではハヤブサとも渡り合ってるんですよね。このゲームみたいだね。そんで、ハヤブサとは互角に渡り合ったと当の日本側の記録にあるので、もうちょい旋回上げてください。少なくともメッサーには勝ちたいよな。あとマルチの一部にも勝てないし、冷戦よりも4年も前の機体に1050馬力乗せてるんだからすごいですね。逆に言うと4年も新しい機体とマッチさせられちゃってるのね。そんなこと言ったらティア6の冷戦がティア7に上げられちゃいますぞ。それは完全。とにかくハイパワーエンジンで縦の格闘戦は滅法強く、大火力で敵を死にさらす。土曜の夜にバリバリ、排気炎なびかせバリバリ、引き込み客でバリバリ、ちょいと空戦エースを気取って、飛ばすベベリー。今夜はフォーク、イカスロックロール吹きながら、可愛いカエルを乗せて、飛ばせろー。スピンを決めて、縦ワイヤー、飛ばせセカンド、銃弾ぶっ込め、飛ばせサード、まだまだ飛べるぜ、飛ばせトップ、デッキを振り切れ、
今夜もバリバリカット記録んロール。というわけで、武装も合わせると釣り機では抜群に使いやすい機体じゃないですかね。さすがはベストセラー機。お次はニャンタムブラブラのあの課金機。こちら、プレ機にしては珍しくエンジンが最終の1200馬力版を積んでますが、このニャンタマのせいで旋回が若干落ちてるん。ニャンタマよな。正直速度も10キロ落として 0.4 秒も旋回悪くしちゃうなら、もうちょっと火力を上げてもいいんじゃないかな。さっきオーバーヒートも早かったもんな。とは言っても、この 23mm の大火力でこの通り。体当たりじゃねえか。そうでした？翼壊れてんぞ。プレ機で見た目もいいんですけどね。ガンポットは反則ならぬ反則。メッター G 型にもガンポットつけて性能落としたやつ実装されればいいのにね。最初はついてたらしいから、国境定番だな。こちらは、武装管理に神経を使うので扱いにくいかも。オーバーヒートさせたら豆鉄砲だけになっちゃうもんな。23mm そのものもビシバシ当たるやつじゃないので厳しい。大型機相手も落とすまで打ち込めるツリー機の方がいいかも。まあこういうのは伊達と水鏡で乗るもんなんで、ルーデル閣下みたいに飛んだらいいんじゃないですかね。アンサイクロペディアに嘘をつかせなかった男ね。グラマンと比べると、性能は勝ってるんですが、やはりグラマンアイアンワープスの何恥じぬ打たれ強さが向こうはあるので、後ろから打たれながらのゴリ押しとか、後方機銃に打ち込まれながらの、ゼッコロマンには、あっちの方がいいんだよな。欠点は下手くそになることだよな。引かぬ、引き金を離さぬ、回避せぬだもんね。このゲーム、いかに時間ロスなくポイントを稼いでいくゲームなんで、それに自分で合う機体を見つけるべきですね。旋回戦は時間がかかるのが普通だけど、迅速でこなす人もいるしな。その速さ基人のごとし。この機体のまとめとしては、少し速度の遅い戦略戦闘機。戦闘機以外の敵をバリバリ落としていく機体。武装はツリー機の方がいいけど、伊達と水鏡で 23mm って感じですかね。メッサーには喧嘩売らない方がいいね。全てにおいて凌駕されてますからね。というわけで団子さん兄弟はいかがだったでしょうか？あ、何？いやこの時代からカーキスはタイヤを90度回して格納する引き込み客だったんだなって。日本陸軍が真似したけど、実用化にはほど遠かったやつね。武装なんか積むにはいいらしいですがね。自然の伸縮タイプもおひねりタイプもダメなのね。それではここまでご視聴ありがとうございました。よければまた次回も見ていってくださいね。明日からのスピーベ頑張るぞい。